バンベルク軍は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区の西部に位置する軍。隣接する軍は、北に、リヒテンフェルス軍及びコーブルク軍、東に、バイロイト軍、南に、フォルヒハイム軍、エアランゲンヘイシュタット軍、ノイシュタットアンデアアイシュバート・ビンツハイム軍及び、キチンゲン軍、西に、シュバインフルト軍及び、ハースベルゲ軍が位置する。 バンベルク郡には三つの自然公園が存在している。西に主体がバルと、東に、フレンキシェシュバイズ、北に、ハースベルゲ自然公園である。レグニッツ川がこの郡を貫いて流れ、バンベルクの北部でマイン川に注ぐ。バイエルンのバンベルク周辺地域は、バンベルク司教本部の下で8世紀に及ぶ歴史を有している。教会領主を司教杖で象徴させ、 曲がった杖の下は住むのに良い場所だと言われた。1803年2月25日のドイツ帝国代表者会議で全教改良が犠牲となった。バイエルン選帝公、マックス・ヨーゼフ4世は、1802年8月23日に最後の領主主教となったフランツ・フォン・ブーゼックに、バンベルク、クローナ派及びホルヒハイムを領することになったことを手紙で知らせている。 大司教は遺憾の意を述べたが抵抗しないことを確約した。バイエルン軍は1902年11月3日にバンベルク地域に侵中し、11月22日にバイエルンの領有を宣言した。地方裁判所が司教のアムトを引き継いだ。レグニッツカワウガンのバンベルク裁判所にはメンベルスドルフ、ハルシュタとシェスリッツ、それからアルテンドルフ、 ウッテンハイム及びヒルシャイトの周辺地域が属した。レグニッツ川下ンのバンベルク裁判所には、シュルセラウ、ブルクウェーブラハ及びハルシュタットの一部が属した。1810年、一連の国境調整によって、ビュルツブルグ大公領がバイエルンに属することとなった。1818 18年の自治体例は、部分的に市町村自治を作り出し、 暫定的な目的別地域連合の創出を可能にした。1848年の革命は、この地域の貴族一門の領主権を消滅させた。ライヒマンスドルフ・バイ・バンベルク、リスベルク、トラベルスドルフ、トルンシュタト、バルスドルフ、ザッサンファールト、ブッテンハイム、キルシュレッテン、グラスマンスドルフ、アシュバッハ、シュタッフェルバッハ及びブルクレーザウの領主裁判所も、 廃止された。軍制度がバイエルンに初めて導入されたのは1852年のことだった。当時ラインウガンのバイエルンに現在の軍制度の先駆けとなる地域連合が創出された。これは未だに国の監督下におかれ重要事項については国の中級決定期間の最下が必要となる制度であった。 本当の自治組織として再編されたのは1919 19年になってからであった。1862年に国の地方行政管区としてベザーコンターが設立された。バンベルク周辺地域はバンベルク第一管区長とバンベルク第二管区長に所属した。バンベルク第一管区長には1804年創設のレグニッツカワウガンのバンベルク裁判所管区としてスリッツ。 裁判所管区が含まれた。バンベルク第二管区長には、やはり1804年に創設されたレグニッツ、川下岩のバンベルク裁判所管区とブルクエイブラハ、裁判所管区が含まれた。地方裁判所も、新たに、それぞれバンベルク第一地方裁判所、バンベルク第二地方裁判所と名付けられた。バンベルク市は、1809年から自由都市の権利を有しており、この時もいずれに、 管区長にも属さなかった。1879年には、バンベルク第一地方裁判所とバンベルク第二地方裁判所は、バンベルク第二区裁判所に統合され、統合前の各地区はそれぞれバンベルク第二区裁判所、第一地区、バンベルク第二区裁判所、第二地区と呼ばれて区別された。そしてバンベルク独立市に、バンベルク第一区裁判所が置かれた。 1913年には第一、第二区裁判所はバンベルク区裁判所として統合された。1929年、バンベルク第一管区長が廃止された。その管轄地域はバンベルク第二管区長に統合され、この時から単にバンベルク管区長と呼ばれることとなった。1932年にブルクエーブラハ及びシェスリッツの区裁判所が廃止され、 バンベルク区裁判所に統合された。1939年バンベルク管区長はバンベルク軍に改編された。1972年のバイエルン州の市町村再編で現在のバンベルク軍が全71軍の一つとして誕生した。この時、それまでのバンベルク軍に廃止されたエーベルマンシュタット軍及びエーベルン軍のそれぞれ一部、フォルヒハイム軍。 シュタッフェルシュタイン軍、ヘイヒシュタットアンデアアイシュ軍からそれぞれ一つずつの自治体が加わった。逆にバンベルク軍に加わっていた市町村が一つバンベルク市に編入されることとなった。バンベルク市は拡大したバンベルク軍の軍庁所在地となった。バンベルク軍に属する最も古い町はハルシュタット、ケーニヒスフェルト、リスベルク、セスリッツ及びトルンシュタットである。 第二次世界大戦後の軍知事は以下の通り。2020年3月の選挙結果に基づく政党別議席配分は以下の通りである。バンベルク軍の紋章は1962年に制定された。この紋章はエイブラハ修道院のシンボルであるイノシシとバンベルク司教本部を象徴するライオンとを組み合わせてできている。道路交通バンベルク軍を貫いて アウトバーン A70 がバンベルクからバイロイトへ A73 がエアランゲンからリヒテンフェルスへ走っている。この他に多くの連邦道路が走っている。鉄道交通バイエルン王国は1844年にはすでにニュルンベルクからバンベルクまで国営の鉄道を建設していた。この鉄道はルートビヒ南北鉄道と呼ばれ1846年には マインガー上流側のリヒテンフェルスまで延長されている。1852年にマインガー下流方向へのルートビヒニシ鉄道が開通すると、バンベルクは鉄道の重要な乗り継ぎ点となり、以後40から50年の間に6本のローカル鉄道が設けられた。フレンキシェ・シュバイツの小さな町、ハイリゲンシュタットには1915年にエーベルマンシュタットからの鉄道が付設された。 これにより、鉄道網の総延長は1 4 3キロメートルに及んだ。その後、旅客運行が廃止されたローカル線は以下の通り、5 6トルが残っている。現在バンベルク軍はミュンヘンからベルリンへのアイスが通っている。水上交通この軍はマインドナウンガによってマイン川とドナウ川を結ぶ水上交通の通り道になっている。この運河は、 ヨーロッパ水路の一部であり、押し船による航路が設けられている。ありがとうございます。